バンダイ SH、フィギュアーツ、フリーザ第一形態&フリーザポッドです、こちらの商品にはこのフリーザとこのポッドがセットされておりまして、あとこういうスカウターのパーツ、あとこのドラゴンボールですね、あとこういう攻撃の時のパーツとかが入っております。でこちらの方がその中に入っているものになるんですけども、まあ、フリーザ本体と、交換用のヘッドとフェイスが3つついています。でドラゴンボール、あとスカウター、これが何だっけかな、これが武器、攻撃の時に使うエフェクトパーツと、あと手がついてまして、あとフリーザポットとそれを乗せる台がついてます。でフリーザの方は一応ちょっと尻尾はこう別に分かれてるんですけども、これがまあこういう形でこうセットされてこういう形になります。こういうふうにつきます。そして可動の方は結構広くて、こう肩のこのパーツも置きますんで、結構上に動いたりとか、あと肘ですね、あとこう膝も結構曲がります。で足首もかなりこの可動範囲が広いです。でまあ足ももも結構横に大きく広がりまして、あと首の方もこう回ったり、あとこういうふうに前後にこういうふうに動いたりします。そして上半身の方をここでジョイントで外れるようになってるんですけども、それを外しまして、このフリーザポットですね、この中にこういう感じで座ってるモールドがありますので、これに上半身をセットしまして、あと尻尾の方をこういうふうにセットして、このポットで飛んでる時の状態が再現できるようになってます。でポットの方はこういう専用の台がついてますので、こういう状態で飾ることができます。これで以上です。